この時に設立した第51回日本長距離野球春季大会滋賀県支部予選決勝滋賀ヤズボーイズ対大津ペタボーイズの試合まもなく開始でございます。1回の表大津ペタボーイズの攻撃は1番ショート山中レフト君、ショート山中レフト君、背番号6。Yeah!
滋賀ヤスボーイズ辻くん、この回の投球数は18球です。1回の裏、滋賀ヤスボーイズの攻撃は1番ショート山本くん、ショート山本くん、背番号36、2回の表、大津瀬田ボーイズの攻撃は7番レフト西村くん、レフト西村くん、背番号7。
奥村君、ライト奥村君、背番号41。瀬田ボーイズ山口君、この回の投球数は31球、累計42球です。3回の表、大津瀬田ボーイズの攻撃は1番ショート山中レフト君、Thank you.
5番センター福田君。4番スタート高田君。
ズ。Thank you.
ました。滋賀ヤクボーイズ奥村君、この回の投球数は27球、累計28球です。4回の裏、滋賀ヤクボーイズの攻撃は7番キャッチャー大野君、この回の投球数は19球、累計25球です。5回の表、大津セタボーイズの攻撃は4番ファースト、井浦君。奥村君。
この回の投球数は11球、累計39球です。滋賀ヤツボーイズの攻撃は1番センター山本くん、この回の投球数は21球、累計46球です。6回の表、大津世田ボーイズの攻撃は7番、レフト、西村君。8番サード東島君。
番ライト山くん、どうぞ。
サード高田くん、Thank you.
5番センター福田くん。
投球数は10球、合計66球です。1番ショート山中蓮斗くん、キャッチャー前川くん、4番ファースト野田くん、
ゲタボーイズが優勝しました。
お待たせいたしました。それではただいまより第52回日本少年野球春季全国大会滋賀県支部予選の表彰式を執り行います。それではただいまより成績発表と表彰式を滋賀県支部副支部長松島より行います。ありがとうございました。おめでとうございました。